我々の蓄電池 と、はい、壁コンの音を比べるセッションっていうのを、ね、はい、やっぱ違いましたね。全然違いました、ね、結構違うよね。初めてソーラー武道館出してもらったのが、うん、あの初年度、13年か13年ですね、うん、その時もね、あ、これは何かが違うってのは分かってたんですけど、感じたんですけど、うん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 、今日やっぱり並べてやったら全然違うってのが分かって、そうだよね、結構感動しましたね。これ多分興味ない人にはその、うん、分かんないレベルだろうけど、興味のある人には違いがくっきりあるやつ、うん、多分あの今日のレコーディングのシステムでも多分これ違いはあるよね、きっと。そうですよ ね、 ね、これレコーディングして波形がね全然違うんですよ。ちょっと見てくださいよ、これ。こっちが壁コン、こっちが電池、これもう全然違え。すごい、あの詳しく撮ってね。いやでも絵で見てわかりますね。そうそう、パンパンだもん。全然違うっすよ、うん、あ、これこれが結局一番わかりやすいかもね、こういうのが。これ一番感じたのが、うん、今年ロンドンに行ったんですけど、ほうほう、レコーディング、レコーディングとライブしに行って、うん、ロンドンってなんか電圧高い。そうなんですよ、うん、でちっちゃいベニューでライブハウスでも、うんうん、置いてるアンプがもうでっかいのじゃなくて、日本と違ってこんなちっちゃいのに音がバーンって出るんですよ、うん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 、でこのイギリス人のかっこいい音の秘訣はやっぱ電圧絶対あるなと思ってたんですけど、うん、昔からあるよね、それはね。今日ここに来て、うん、そのと同じ衝撃を受けて、あー、そうか、ソーラーエネルギーの出すアンプの音ってこんな違うんだと思って、うん、その音の明るさとか、ね、ガーンって出てる感じとか、うん、前に出る感じとかは、うん、その感動にすごい似てるなと思って。あ、なるほどね、本物感があるなと思って気持ちよくです、ね、プレイしてた。だ要はさ、あの電池で対応ってことになると、そのアンプ、あの我々の使ってるギターアンプってさ、そのいわゆるその日本の電圧に合わせてるじゃん、壁コンに合わせてるけど、決してそれに合わせる必要はなくなってくるもんね、うん、そうですね、選べるというかね、一番いい音が出るその電圧を供給する電池にすればいいっていうことだからね、うん、はい、だあの多分昔からさ、そのものすごい音にこだわってる人って、その電源ってさすげえこだわってる、マスタリングエンジニアとか、ああもうすごいですよね、異常なやついるじゃん。専門家たちはもう角度までこだわる人もいますから、ね、あるよね、ね、だからなんかそれでもその音のいいものを目指していくと、結局そのなんで独立電源みたいなことになっていくのって、多分音楽好きにしてみれば多分普通の流れになっただろうし、うん、でまたこんな感じでさ、佐々木とセッションするのもすげえ楽しいんです。やっぱこう佐々木くんのさ、そのなんていうの、音楽に対する真面目な姿勢みたいなのがギターからこうあ出てるから。いろんなことが選べるっていうか、うん、ことが感じるんですよね、うん、なるほど、飯ご飯もそうだし、うん、あの染料とかも出してるんですよ、うん、なんかいろんなことが選べるんだぞっていう姿勢を、うん、ソーラー武道館に行くと感じるんですけど、うん、なるほど、それがなんか抽象的なことじゃなくて、うん、どっちの音がいいかって選べちゃうっていうのを、そうだよね、太陽光のエネルギーを感じるのはすごい、まあ、肌で感じたなと思いました。今年はプラッドとノージェネレーションギャッキスそうです、のあ、じゃあ2日間ともってことですね。そうです、2日間とも出ますよ。じゃあ、今年の中津川ソーラー武道館に向けてちょっと意気込みの方を皆さんにお願いします。はい、フラットオブサークルは、うん、まあ、今年結構ベスト版出したり、うん、ワンマンツアー初戦やったり、まあ、ロンドン行ったりとか、うん、すごいね、バンド的には絶好調できてますんで、ね、中津川2年ぶりなんですよ。で俺ら初年度の一番でかいステージの一発目俺たちだったんで、うん、そうだね、こうなんていうの、コケラ的な、ソーラー武道館に対してすごい思いがあるんですよね。なんかそれを最高の音で届けますので、イエーイ、アビに、ロックのアビに来てください。イエーイ。